神宮寺雄太、平野潮、岸ー太と KAZ 都市ファイヤー、ファンを魅了する仲良し集合写真とダンス動画。ナンバー、アイメンバーの親密な瞬間がファンを大喜びに、東京オリンピック後の興奮冷めやらぬ中、ナンバー、愛の神宮寺雄太がファンを喜ばせる仲良し集合写真を公開し、その日のうちにファンの注目を浴びました。彼は、平野潮、岸雄太、 そして、KAZ 都市ファイヤーとの進行を示す写真を自身のインスタグラムにアップし、いつも最高な時間をありがとうこれからもよろしくねとのメッセージとともに仲の良さをアピールしました。本文、仲睦まじい4人のダンス動画とファンからの感謝の嵐。神宮寺優太のインスタグラムに投稿された仲良し写真に続き、26日にはその仲間たちとのダンス動画が公開され、 これによってファンの期待感は一気に高まりました。動画内では、平野志洋、岸優太、そして KAZ とシェパイアーと共に踊る4人の姿が楽しそうに映し出され、そのパフォーマンスに対してファンからはたくさんの感謝の声が寄せられました。コメント欄には、これからもダンス動画やおしゃれな写真をお待ちしてます。いつもファンに寄り添ってくれて本当にありがとう、ジンくん。集合写真投稿してくれてありがとう。 三人揃った写真見せてくれてありがとう。楽しそうに踊る三人が見られて、ほんと幸せだよといったファンたちのコメントが並びました。彼らの親密な様子や仲の良さが SNS 上で広がり、ファン同士もコメントを通じて一体感を味わったようです。これは、アイドルグループとしての結束力だけでなく、個々のメンバーがファンとの交流を大切にし、感謝の気持ちを表明していることの証でもあります。ファンの期待高まる中、 ナンバー、イースウェブチャンネルでの新展開が予告される。神宮寺ゆうた、平野潮、岸ゆうたらナンバー、愛メンバーのファンにとって、嬉しい予告が11月27日に行われました。ナンバー、愛の公式 YouTube チャンネルにて、初の動画がアップされるとのことです。これにより、ファンはますます興奮し、今後のナンバー、愛の活動に対する期待が高まっています。 彼らが YouTube チャンネルでどのようなコンテンツを提供するのか、また、これが彼らの新たな挑戦となるのか、注目が集まっています。アイドルグループが SNS や動画プラットフォームを活用してファンとの交流を深めることは、近年のトレンドの一環であり、ナンバー、アイがこれにどのように応えるかが注目されています。ナンバー、アイメンバーの親密な関係がファンとの結びつきを強化。神宮寺雄太、平野耀 岸優太、そして KAZ 都市ファイヤーとの仲良し写真やダンス動画は、ナンバー、アイのメンバーがファンとの結びつきを深め、アイドルグループとしての魅力を高めています。SNS を通じた積極的なコミュニケーションや YouTube チャンネルでの新展開は、彼らがファンとのつながりを大切にし、ファンの期待に応えようとしている証でもあります。これからのナンバー、アイの活動がますます注目される中、 ファンは彼らの新たな一面や挑戦に期待を寄せています。アイドルグループとしてだけでなく、個々のメンバーとしてもファンとの交流を大切にする姿勢は、彼らが持つ真の魅力の一端かもしれません。これからも、ナンバー、愛の新たな活動に期待し、ファンとの絆がより一層深まることを願っています。